帰ってきた。病室のドアを閉めて僕は大きなため息をついた。今日の診察ではいろんな検査をされた。蛍光灯っぽい紫色の液体を飲まされて、試験管4本分の血を抜かれて、よくわからないテスト問題みたいなものをさせられた。飲まされたものが変な風に効いたのか、血が足りなくなったのか、頭を使いすぎたのか、とにかく頭が重くて体がだるい。少し昼寝でもしようかな。珍しくそんなことを思いついた瞬間、何か聞く覚えがある、今ではすっかり忌まわしい印象のついてしまった鳩の鳴き声が響いた。けれど今の音にはいつものものとは違う独特の響きがあった。大きな鐘を鳴らした時の耳の奥に残る余韻、あの違和感の波のようなものに歪められ変質した捉えどころのない陰鬱な響き。その瞬間背筋がぞっと凍りついた。理由はわからないけど、だからこそ嫌なものを覚えた。真っ先に肌で感じてしまった異変なほど恐ろしいものはない。なんだろう。目が自然とモニターに吸い寄せられる。僕の眼差しを待っていたかのようにブッと電源が入った。今までは電源が入ればすぐに鮮明な画像が映し出された。けれど僕の目の前ではただ白と黒でできた砂嵐が揺らいでいる。声が出ない。目は釘付けになったまま平坦な砂嵐にひたすら意味のあるものを探し続けてそらすことができない。何やこれ。今のは。僕は太もものあたりをさすって手のひらににじんだ冷たい汗を拭った。異変が起こったのはわずか十数秒のことだと思う。それなのに僕の体は芯から冷え切っていた。皮膚という皮膚の毛穴がすくみ上がって全身に鳥肌が立っている。心の方もごまかしようがないほど怯え切っていた。しばらくは指一本動かすことすら怖いほど。今までに見せられた女の子たちの姿とは全く別の意味でなかったことにしたい、早く忘れたいと僕は願っていた。今のは。考えたくない、認めたくない。けれどうやむやにしておくのも嫌だ。女の子。砂嵐は消える直前に不意に形を成した。それは黒い服をまとった青白い肌をした女の子。あん？突然響き渡った悲鳴に僕の全身がこわばった。明らかに遠い場所の叫びだったのに、両耳から頭を貫かれたような気がした。今のはグレーテル？けれど今のは正体のわかる現象だ。それが僕を一気に落ち着かせた。僕は部屋を飛び出して廊下を駆け出した。悲鳴のもとに駆けつけるためか、それともあの部屋からモニターに映った何かから逃げるためなのか、自分でもわからないまま廊下に出ると空気がかすかに濁っていた。焦げ臭い。あん？どこかで何かが燃えてる？火事？パン焼くのに失敗した？元をたどっていくと、どうやら煙と匂いの出所は同じ階にあるキッチンだった。収まらない混乱の声とともに開いたドアから漏れ出している。
恐る恐る近づいてみるとドアの向こうには煙の膜が何重にもかかっていて中の様子は伺えない。その空の、雲を見たまま閉じ込めた、ような光景の向こうから咳込み嘆き混乱しきった女の子たちの声が響いてくる。これあんたたち何を焼いたの？そこまで熱くないし火事でもなさそう。じゃあこの煙は何だろう？何か変なものでも焼いた？煙の中には様々な匂いが閉じ込められているようで呼吸するごとに印象が変わった。まさかオディールが出てくるくらいの大惨事なんだ。鼻の奥にべったりとこびりつくような油っぽい不快な匂い。灰まですすけてしまうような焦げ臭さ。焼きすぎて台無しになったパンや焼き菓子の香り。一つ一つがとてもいい匂いとは言えないのに、ぐちゃぐちゃに混ざり合って血や鼻に入り込んできて油断すると吐きそうになるくらい気持ち悪い。壁に沿って歩けばいいだけでしょ。中にいる女の子たち、おそらくはアリスとグレーテルがパニックを起こすのも無理はない。叱咤しているのはオディールだろうか。意外としっかり者なんだ。僕は少しひるんだけど思い切って中に飛び込んだ。大丈夫？窓があるなら開けて。換気扇は？呼びかけるとガタンと大きな物音がして悲鳴が響いた。大丈夫？大丈夫。でもあれは今の誰なの？私あんなパン焼いてない。何？アリスだよね。何があったの？換気扇確かめようとしたらかまどの中に黒焦げの人が。は？人？僕は四方から押し寄せるような煙を散らすのも忘れてぎょっと足を止めた。そんなのありえないよ。口頭無形にも程があるとアリスの見間違いか？いつものおかしな解釈だ。そう自分に言い聞かせるけれど上滑りは否めない。嗅いだことのない不愉快な匂いと濁り切った空気のせいだ。万が一これが人の焼ける匂いだったらうっかり舌先についてしまったすすが酸化した皮膚片だったら。声を掛け合えるだけで互いに何もできない一人きりの世界では不気味な想像ほど確かな手触りで膨らんでいく。いやいやそんなのないよ。人なんて焼いたら大事だよ。でも人を焼いている匂いだと言われたら
なんだかそんな気もするし。ダメだ、気持ち悪い。今は考えない方がいい。はあ？あんたたち、人なんて焼いてたの？焼いてない。パンとお菓子、シナモンロールとかクッキーとかマフィンとかブラウニーとか。やっぱそっちなんだ。人と一緒に焼かれてた黒焦げお菓子でもいいなら、後でいくらでも食べれば。私はお先に。どうした？この煙の中でも平静さを失わなかったオディールの声がかすかな物音とともに不意に途切れた。何？どうかしたの？オディール、恐る恐る問いかけたけれど返事はない。誰か触った？私じゃないよ。僕でもないよ。何よこれ、何があったの？火事ではなさそうだけど、ひどい煙。最後、僕の感覚が確かなら入ってきたドアのあたりで声がした。多分ゲルダだ。声がくぐもっているのは布か何かで口を覆っているからだろう。わからない。ここに来たらすでにこうなっていて、何が原因か誰もわからないんだ。落ち着いてグレーテル、あんまり煙を吸わないように。何ですって？黒焦げの人、かまど、そんなバカな。とにかく今はこの煙をなんとかしよう。窓を開けないと。どうしたの？こんな時でもこんな調子なんだ。なんていうか、間抜けなやり取りを聞いて僕は一人脱力する。謎の煙と匂い、黒焦げ死体、とんでもない事態だと思い込んで焦っていたけれど、これは結局ただの茶番に落ち着くのでは。煙をかき分け慎重に前進するうちに、僕は煙の色が少し薄くなってきた気がした。みんなおるな。あ、気のせいではないようだった。涼しい空気が一筋の髪を揺らす。重ねられた煙の膜が一枚また一枚と取り外されて、あちらこちらからキッチン本来の光景がうっすらと浮かび上がってくる。ああ、空気が美味しいわ。大きく開いた窓の前、腰の高さの棚に寄りかかり、新鮮な空気を手で仰ぎながらオディールがつぶやいた。どうやら彼女が窓を全開にしてくれたみたいだ。
七面鳥ってこんな気分なのかしら。ありがとう、オディール。あ、そうだ、そのありがとう。オディールは僕たちのお礼に対しほとんど反応しなかった。かすかに眉を上げただけで窓の外に向けた視線は動かさない。何か深く考え込んでいるような印象だった。まあいいや、改めて一体何があったんだろう。僕はぐるりとキッチンを見渡した。煙の中で騒ぎを聞きながら、なんとなく食器や食品がぶちまけられたしっちゃかめっちゃかな光景を思い浮かべていたけれど、実際はそこまでではない。ボールや瓶が落ちた跡はあるけれど割れてはいないし、すすもそれほど散らばってはいない。これなら少し片付ければ元に戻るだろう。じゃあアリスがこぼした吸ったもんだって言っとったんで、何だったん結局。かまどの中から死体が出てきたってさっき言ってたけど。ええ、そうなの。私、換気扇はどこだったかしらって、そこのかまどの中を見てみたら。かまどの中を、黒焦げの人が。アリスは珍しく言葉を詰まらせた。かまどを指差しながらも、その体はじりじりと遠ざかろうとしている。煙が晴れて事態に直面することになったら、忘れかけていた恐怖がぶり返してきたという印象だ。アリスよりよほど気が弱いはずのグレーテルがかまどに歩み寄って中を覗いた。でももう何もいないよ。何？いない？私この目で見たのよ。アリスはかまどに歩み寄りかけたけど、結局は見えない壁に阻まれたみたいに足を止めてしまった。僕はその肩越しにかまどの中を確かめる。うん、何もないよ。かまどの中には炭化した何かの塊がゴロゴロと転がり、どす黒く溶けた粘っこい液体があちこちにこびりついている。そのいくつかはアリスとグレーテルが焼いた食べ物で、いくつかは煙や匂いの原因となったの、原因となった何かなのだろう。鼻をつくのは油っぽいねっとりとした匂いで、落ち着いてよく嗅げば確かに肉を焼く匂いに似通ったところもある気がする。けれど肝心の死体は見当たらない。大人の大きさのものはもちろん、赤ん坊だって跡形もなく溶け崩れてしまうというのはないはずだ。え？でも私確かに見たのよ。え、そう、間違いないわ。認めたくはないけれど、アリスの言う通りよ。なんで？いつの間にか背後に立っていたゲルダの声に僕はゾッとしながら振り返った。彼女の声の近さもさることながら内容が恐ろしすぎた。ゲルダ、何を言って。黒焦げの死体を見たとアリスが言うのとゲルダが言うのとでは全くもって重みが違う。彼女が口にすれば冗談や妄想や思い違いでは済まない。一言で急に空気の重さが変わってしまう。悪夢が現実になってしまう。ゲルダはそうと分かっていても言えるんだろうか。僕が身勝手な思いを込めてじっと見つめていると、ゲルダは静かに目をそらした。さっき煙の中でドタバタしている時、私はアリスの言ったことが気になってかまどの中を覗いてみたの。そしたら。ゲルダは額に手を当てて、手を当て何度も頭を振った。光景のおぞましさを思い出してめまいをこらえるように。
その頬は青白く、眼差しも弱々しく、日頃のゲルダとは異なる今にも倒れそうな儚さがあった。まさか本当に？声を上げそうになったけれど我慢したわ。だってあの煙の中じゃパニックを増長させるだけでしょ。私自身信じたくなくて、見間違いか幻だって思い込もうとしたけれど、でもやっぱりダメね。ごまかせない。でも現に何も残ってないんだよ。本当に見たの？本当に人間だった？僕はかまどを、刺しながら少し攻める口調になってしまう。まだ間に合う。ゲルダが気のせいだと思ってくれればなかったことにできる。それが悪あがきであることは僕自身にも分かっていた。ゲルダは僕の失礼な反論に対して怒らなかった。目を細めて顔を伏せ、自分の中を見つめ直しているようだ。やがて深いため息とともに顔を上げた。人間だったと思うわ。そう、やっぱり自分はごまかせない。嫌なことほどちゃんと認めなければ。じゃあどうして何もないの？死体が歩くわけないし。それはどうかしら。不意にオディールが口を開いた。今まで黙っとったやん。どうした？私さっき煙の中で誰かとすれ違ったわ。黒い人影、見覚えのない背丈だった。それが歩く死体だったっていうの？そんなバカな。バカげているわよね。ええ、そうね、きっと気のせいだわ。オディールは出したばかりの証言をあっさりと自分の手で切り捨ててしまう。すると今度はあまりにも潔すぎる引き際に、本当に良かったんだろうかという戸惑いが浮かび上がってきた。ああ、頭が痛い。あの、お、ドアの外から不意に呼びかけられて、キッチンの中にいた僕たちは全員そちらを見た。大変な騒ぎでしたわね。今回は自発的に外出てきたやん、ラプンツェル。マジか。ラプンツェル。僕とのやりとりをきっかけに部屋を飛び出したラプンツェルがそこに立っていた。全員分の注目を浴びて心細そうに身をすくめる。私ここでこうして見ていることしかできなくて、お恥ずかしい限りですわ。今しがたやっと通りかかった方を捕まえましたの。他の方も呼んでくださっているようで。ねえ、そうね、それでいいわ。ゲルダがつぶやきながら戸口へ向かう。なんとなく僕たちもそれに続いて歩き出した。人を呼んでもらって、しかるべき機関への連絡をお願いしなければ。え、何です？機関？何があったというのですか？人の死体が出たの。消えてしまったけれど。ラプンツェルの息を呑む音がその場にいる全員の気分を代表しているようだった。ラプンツェル死体って知っとるんだ。日常が脅かされる悲鳴のような、声なき声。もしかしたら人殺しかもしれない。本当のことが明らかになるまで私は当分ぐっすり眠れそうにないわ。
ゲルダの固い声を聞きながら僕は思い返していた。僕の部屋で見つけたスケッチブックの殴り書きを。みんなの中に一人罪人がいる。